はい、どうもこんにちは、太郎です。今日は、ゴッドフェスの後編を聞いていきたいと思います。あのね、ネイト・カンナ、惜しいっす。前回残した50個で、この10連、残りのやつ回します。いきます。はい。神結びがね、前回出てくれたんでね、ちゃんと。う、誰？ルルノワゾロみたい。なんかさ、進化してない？最近のこの、こういう感じで出てくるやつ。これ、お気に入りしとかんとさ、捨てそう。やばい。銀はないわ。かわいいな。かわいいから OK。いや、でも銀はないわ。虹来い。ざけんなよ。メタトロンね。よく見る、よく見る。カンナが欲しいっすね。どっちかって言ったら、僕は。今ならね。お！新キャラ2体目。高見結びだ。これ、いいと思うんだけどね。どうなんでしょう。僕、結構強いんじゃないかなと思うんですけど。オナリス。とまたちょっと違う使い方でさ、早く回れるみたいな。そういう印象。虹が来い。虹が来いってわけだから。虹が来てくれ。虹が来いって。はい。あと4回。半分引きましたね。来た！来たしょ。あざっす！やばい、カンナ来た。これよ、これ。これを待ってた、俺は。で、ネイも欲しいんで、引きます、最後まで。銀やめ。あー、もうわけわからん感じで来たよ、もう。なんかさ、なけなしの5個集めてさ、引いた時に限ってさっきみたいなやつ出ない。神竜とか。なんか、すげー出るんだけど、あの辺。いや、ラスト、2回か。ラスト2回って。ラスト2回ってないや、俺。なんでラスト2回とか言ってんや。これ次はラストね。はい、行きます。頼むよ。ネイ！にゃーい！心理来んなよ。わー、もう、みたいなもんだ。眠り姫。はい、ということで、ゴッドフェス10連ですね、しました。けど、やっぱ、これかな。高見結びと、カンナ。が出たのがね、すごい嬉しかったです。カンナは普通に欲しかったっていうのもあるし、高見結びはね、ちょっと面白そうだなって僕は個人的に思ってるので、ありなんじゃないかなと、今回弾けてよかったです。ただ、ネイが欲しかったなぁ。まあ、欲張りのことはあんま言うもんじゃないですね。はい、ということで、ゴッドフェスの後半を、弾いてみました。今回ご視聴ありがとうございます。また良ければご視聴お願いします。では、またね。バイバイ。